皆さんこんにちは。スクイズ速報です。今季の春季キャンプで巨人の臨時コーチとしてキャンプに現れ、技術指導をしていた元巨人やヤンキースで活躍した松井秀喜氏、巨人の監督として復帰してほしいと言われるほど何かと話題になる松井氏ですが、今後巨人復帰どころか巨人球団と関われなくなる可能性が浮上しています。一体何があったのでしょうか。今回は松井秀喜氏の巨人復帰の可能性低下と関わりが減る理由についてご紹介していきます。現役時代ゴジラ松井の愛称で親しまれ、同時に数多の記録を残した松井秀喜氏、メジャー移籍後も数々の日本人記録を残しており、大谷選手が現れるまでホームラン数などは日本人トップの成績を残していました。現在はヤンキースのゼネラルマネージャー特別アドバイザーとして活躍していますが、今年の宮崎市で行われた巨人のキャンプの第3クール初日の10日から臨時コーチとして指導に当たることに。巨人で2年間共にプレーした阿部慎之助監督から直接オファーを受けたことで今回の臨時コーチが実現したとのことで、松井氏にとっては6年ぶりの臨時コーチを務めることになり、大きな話題となりました。10日のキャンプでは最も多い2万3000人のファンが球場を訪れ、松井氏は一塁ベンチ前から外野に敷かれたレッドカーペットを歩いてグラウンドに入ると、出迎えた選手たちに、偉大な OB を迎えるにはちょっとレッドカーペットが短いかなと冗談交じりにコメント。そしてジャイアンツアメリカでの経験を伝えて、皆さんがいいシーズンを送れるよう背中を押せるようにしたいと思いますと挨拶しました。松井氏はベテランの丸吉弘選手のフリーバッティングをゲージの後ろから真剣な表情でチェックし、打ち終わった後には言葉を交わしたり、そして現役時代につけていた背番号55を背負う秋広優斗選手に対しては居残りのバッティング練習で、阿部監督も見守る中自らバットを振って手本を見せるなど、構えやタイミングの取り方などを身振り手振りも交えて40分余りにわたり熱心に指導。ほとんどの選手を見ることができたので各選手のイメージができたし、有意義な一日になった。明日以降何かアドバイスできればと思う。秋広選手はパワーもあって見ているだけで夢があると話していました。話題性だけでなく指導もしっかり行い、陰で巨人を支えている松井氏、過去には岡本選手も松井氏の指導で一気に覚醒したこともあって、指導を受けた選手の覚醒に大きな期待が持たれています。そんな松井氏ですが、このキャンプ参加で今後監督復帰するための布石なのではと一部でささやかれたりしていました。かねてから待望されている松井氏による監督就任、監督でなくても何かしらのポストで巨人に戻ってきてほしいという声が多く上がっており、未だに復帰説が根強かったりします。報道でも毎回取り上げられており、昨年原監督が辞任するのではないかという話になった時にも候補として上がっていました。巨人以外でも日本代表監督就任の噂も出たりと、とにかく監督就任の話はよく上がります。ただメジャー移籍する際に巨人と少々揉めていたこと、完全に向こうの生活に馴染んでいることやポストによりますが、もし監督となればプレッシャーが凄まじいことなど、いろいろと加味すると戻ってくることはないという意見もありました。ただ1月には阪神の4番として活躍し、ミスタータイガースの異名を取った掛布雅之氏の YouTube チャンネル掛布雅之の同級に出演。そこで日本球界復帰についてゼロだとは思っていないと話しており、可能性を示唆。動画内では掛布氏との対談で巨人から FA 宣言する際の経緯やメジャーでの現役生活を赤裸々に振り返った松井氏、掛布氏から指導者として日本の球界に戻るという気持ちはないんですかと問いかけられ、全くないことはないですねと明かし、ゼロだとは思っていないです、自分の中でと語っていました。さらに松井氏は、いろんなタイミングが合えば、あとは先方の方もいろんなタイミングがある、お互いのタイミングが合えばね、十分可能性はあると思いますとコメント。これを聞いた掛布氏は笑顔で、
安心しましたと語り、もう一度日本の球界のユニフォームをね、まあ巨人になるんだと思いますけど着て、松井さんの姿をちょっと見たいなという、本当に松井ファンの一人ですよ。あなたが私に憧れたように、もう一度あなたのユニフォーム姿に憧れる掛布でいたいわけよ、と期待を寄せていました。このように指導者として日本球界可能性はあるとしていた松井氏。しかしここに来て日本球界復帰どころか今後関われなくなる可能性が浮上しているといいます。一体なぜなのか。それは MLB が先日 NPB を含む他国プロリーグ、韓国、台湾、メキシコのチームおよび選手との関係性解消を MLB 各球団に対して通達したからです。これにより MLB の従業員は NPB の選手との直接的もしくは間接的な接触も禁じられることになるといいます。人材の交流による技術指導や近年のトラックマン、弾道測定器やドライブラインのような動作解析などメジャー流の科学的アプローチが日本にも広がっていましたが、知見の共有にも影響が懸念されています。理由はタンパリング防止のためと言われており、近年日本人選手の価値が高まったことにより過熱する獲得交渉における公平性、規則をより遵守させるために MLB が通達を送った模様。それだけでなく MLB の従業員としての肩書きがある限り、タンパリング防止の観点から NPB 球団で指導するには MLB の許可を得なければならなくなったそうです。そしてそれが許可されなければ指導は不可。松井秀喜氏はヤンキースの従業員となるためこれに該当しており、今後巨人及び日本球界と関わる回数は減少すると思われています。これにより監督復帰などの可能性も減ると言われている松井秀喜氏。確かに巨人復帰となればある程度段階を踏ませて行いたいでしょうし、巨人側としても動きにくくなったことは否めないでしょう。とはいえこれはあくまでメジャー従業員だった場合適用されることで、松井氏がヤンキースを辞めればこのルールは適用されなくなります。なので復帰自体はできると思います。先日しましたが、許可さえ取ればいけますし、そこまで露骨に関係が薄くなることはさすがにないかなと思います。ただもし辞めるとなればヤンキース側も必死に引き止めるでしょうし、いきなり辞めて巨人に戻りますとなっても双方リスクも出てくるので、やはり動きにくい部分は出そうですね。松井氏の影響力は凄まじいですし、何にせよしばらくは接触が減ると予想される今回の件、果たして松井氏の巨人復帰は実現するのか、今後の動向に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。